はい、いよいよ5日後ですかね、サザンオールスターズがライブをやる市営球場茅ヶ崎公園野球場にやってまいりました。ね、ステージがね、意外ともう5日前 なのにもうだいぶできているというのにちょっと驚いてるんですが、その様子を今からお見せしますが、ライブを楽しみにしている人、チケットを買えた人はね、当日楽しみにした方がいいと思うので、見ない方がいいと思いますよ。ここで、見るのやめてください。ゆっくり今ステージの方、市営球場の方にカメラを向けていきますよ。もう一回言いますが、チケットを買えた人は当日楽しみにした方がいいと思うので、見ないでくださいね。じゃあステージの方、野球場公園ステージの方回りますよ。はい、これが、後ろ電光掲示板の方で、はい、こっちに、はい、もうすぐステージ見えちゃいますよ。皆さん、サザンのファンの方でチケットを買えた方は見ない方がいいと思いますよ。行きますよ。はい、こんな感じです。いつも見ている市営球場と全然違いますよね。びっくりです。はい、びっくりです。こんな感じになってます。ここでね、また10年ぶりに桑田さんが歌う。まあまだね、5日前ですんで、完成度5割ぐらい7割ぐらいっていうとこだと思いますが、今公園野球場こんな風になっています。はい、ここでね、桑田さん試合したり練習したりしたんですよね。で、このちょうどステージの裏側に恵泉幼稚園、ちょっと今見えないですけど、恵泉幼稚園が真裏にあって、そこが桑田さんが卒園された幼稚園です。で、2000年のライブの時はそこが楽屋代わりになったと聞いてますが、今年はどうなんでしょう。恵泉幼稚園がまた卒園生の桑田くんのために楽屋として貸し出してくれるんでしょうかね。はい、そんな感じです。ですね、高砂通りからぶらーっと歩いて球場までここまで来たのは YouTube の方で、YouTube ライブ、YouTube で茅ヶ崎テレビ探してください。 YouTube ライブさっきやりましたので、そちらもぜひご覧ください。はい、こんな感じのステージです。ワクワクですね。で、ちょっとね、今日今、まあ、半袖だからっていうのもあるんでしょうけど、寒いですね。寒いというか涼しい、相当涼しいです。なので27日もね、こういう風に涼しければいいんですが、楽しみです。楽しみって言っても、まあもちろんチケットなんて持ってないんですけど、買えないんですけど、買えなかったんですけど、ここのね、作り物はね、2013年の時あったかな、2000年の時あったかな、このね、作り物はなかった気がしますね。はい、こんな感じで着々とライブの準備が進んでおります。こんな狭いところにね、桑田さんが来てライブをやるって信じられない。狭い球場なんですよ、本当にもう市営球場なんですよ。はい、では後ほどまた。